ミルクラボプラス。おはようございます。おはようございます。今日は何ですか？今日は吉田仁斗さんにドキリをかけたいと思います。今回は考えたんですよね。はい、考えをさせていただきます、うん、遅刻してきた人が大怪我をしてたら怒れないんじゃないかと。だからやっぱ遅刻って良くないじゃん。良くないよ。遅刻って良くないし、遅刻してきたらまあそれは怒るじゃん、うん、でその現場もさ、うん、止まっちゃってるしさ、うん、だけどもう大怪我、もう見るからに大怪我してきたらどれだけ遅刻してきても怒れないんじゃないかっていう。なるほど。の立証したいんですよ。それはありますね。はい、なんで今回、まあ、僕がその大怪我する役として遅刻してきます。遅れて入りますので、流れは僕たちが先に入ってて、うん、遅刻して、うん、それ俺らが怒って仁斗くん、そろそろ言った方がいいんじゃないと、うん、怒った方がいいんじゃない、ちゃんとなんて説教じゃないですけど、言った方がいいんじゃないって言って、でマネージャーも今回協力してくださってますので、マネージャーが電話してとりあえず大地くんにブチ切れると、うん、ブチ切れまして、そっから入ってきて、その時の反応を見ていきます。楽しみですね。これは楽しみですよ。じゃあ準備の方に、はい、行ってまいります。それではご覧ください。SE 買ってよかったんですよ。じゃあ連絡つく？俺全然電話出ないんだけど。ちょ、電話しますね。じゃあえ、うん、1時5分ぐらいで何か今、うん、はい、やったぞあいつ。そろそろダメだね。じゃあ普通にいいよ、最初来た時ちょっと。いや来た時は言わないよ、だってこの会議に邪魔したらしい。全然出ねえな。出ないっすね。どうします？会議遅れてても出てもらえます？途中から入ってきてなんかああみたいになるんだったら。全く何も連絡つかず、はい、電話も出ないし、なんか遅れるなら、はい、この子みたいな。どう？え？途中から入ってきます、ね、え、でも、ま、大地なら始まらなくなるこの会議。大地なんかね、聞くんだし、うん、え、なんて来たの大地は、うん、ちょっと遅れるわ、やばい。やばい？やばいって何？お前の感想聞いてねえんだよ。電車乗ってんのかな？あれだとしたらもっと早く電話出るよ。あ、私どこ？あ、っていうかそっち。いや、なんで連絡しない？え、てか10分前に来てさ、言ったよね。え、でなんで今の今まで連絡ないのかちょっと本当に意味が分かんないんだけど。あ、だって今今日来なくていいわ。あ、大丈夫。あ、もう結構で、はい、はい。珍しい。大地だけそういう背面な集合だったんですか？多分。あ、そうそう、なんか言ってたよ。あ、そうなんだ。あ、そう。なんか前回みたいにちょっと構成があったんじゃない？本当は。なるほど、なるほど。一回、一曲歌いますか、じゃあ。どういうこと？雰囲気。雰囲気戻しで。最後ダメ、お願いして。いや、まあ、いいじゃない、たまにはピッとしかない。いや、やりますね。あ、うん。あ、今来ます。
肩に触れてそうなったすいませんおい、どこまでが知ってる、これは俺だけ知らないじゃこれ何なんかメンバーからさ、はい、あれ、言っても遅刻だからさ、うん、ちゃんとまあそうですね、10分遅刻してるんで話してもらっていい？そこは何でしょう？いや、そうですね、まあ遅刻理由が真っ当というか仕方ないというかねえ、大丈夫、痛くないの？ちょ、ちょ、痛いどこ抜いてんの、マジで大丈夫え、し、え、あ、あ、え、どういうこと？何？知らなかった？2回目だっけじゃん、最近会ったじゃんえ、言えないでしょ、この人に。いや、俺は違うと思う。あ、ほんと？え、こうなってもまだ接近する？一回も道が行っちゃう。ここに、うん、ここに遅れんなって言った方がいい、普通に。いや、ちょっと非、なんかね、人情に欠けるというかね。もう最後、カメラの一言。どう大事にてってれん何ですか、これは。これは遅刻してきても大怪我してたら怒れない説おい、あ、押すのもそうか、これもそうか、全部そうか。おい、順当だな、お前ら。すごいな。いや、本当に。いやいや、入った瞬間笑ってもう笑いこないんだよ。うわっ、かっこいいよ。違うじゃん。いや、ただね、まあ、ちょすいません遅れましたって言ってこう怪我してる方の手でカバンこうやって持ったの、うん、絶対痛いやんいや、びっくりした。えい、よっしゃー、ブラス。ちょっとね、ライブ出れるかどうかわかんねえかもしれないですわ。いやいや、みんさんその怪我具合どっちそれはどっちの反応？ドリル、まさえ、ちょっと頭縫ったんすよ。あ、ほんとなんだやばえ、でもまあギリ1ヶ月で間に合うかもっていう話なんで今来ました、大地どっちなんだよ、その反応冷蔵庫に挟まれたの？そうです。昨日夜冷蔵庫挟まれましたどういう意味だよ何それ、どうする？ムグさん、え、ドッキリです。お前